マガダ国に住み、マガダ国王ジャラーサンダの誕生に大きく関わったと伝えられている。二つの半身を接合するジャラー。ジャラーは人を喰らって生きるラークシャサの一人である。ある時ジャラーが四つ辻を通りかかると、半分だけしか体を持たない二人の赤子が捨てられていた。赤子たちは、マガダ国王ブリハドラタの二人の妻が産んだ子供で、子宝に恵まれなかったブリハドラタが、 生鮮、ちゃんダカうシかから授かったマンゴーの果実を二人の妻に与え、彼女たちが果実を半分に切り分けて食べたところ、どちらの妻も半分だけの体の赤子を産んだ。彼女たちは、生まれてきた赤子の異様な姿に驚き悲しみ、四つ辻に赤子を捨てたのであった。ジャラーは赤子たちを見つけると、持ち帰って喰らおうと考え、赤子たちを拾った。この時、 ジャラーは運びやすくするために赤子の体を一つに接合した。すると赤子たちは意向に満ちた一人の赤子になった。驚いたジャラーは、すさまじい声で泣く赤子を持ち帰ることができなかった。そしてブリハドラタと二人の妻が泣き声を聞きつけて、高級から出てくると、赤子がマガダ国の王子であることを悟り、人間の姿に変身して、彼らに赤子を返した。 このような偶然からジャラーは、ブリハドラダに強大な息子を授け、王は息子がジャラーによって接合されて生まれたので、ジャラーさんだと名付けた。今日では、ジャラーの絵を家に飾って礼拝すると、他の悪鬼たちが現れないと信じられている。ありがとうございます。